ちの声、こちの声。四日市市の楠中学校、平日の放課後野球部を指導しているのは学校の教員ではなく地域のスポーツクラブの指導員です。公立中学校の部活動の指導を地域のスポーツクラブなどが担う地域移行、教職員の働き方改革や少子高齢化が進み部活動の維持が難しくなる中、子どもたちがスポーツに継続して取り組める場を確保することが目的です。いいと思います。自分たちでは教えれないところを教えてくれます。昨年度からモデル校に指定されている楠中学校では休日を中心に地域のスポーツクラブの指導員が指導に当たっています。野球部を指導している野崎さんは元教員で野球の指導経験もあります。授業とか生徒の普段の様子ね、見ながらということもできましたけど、今は本当に部活だけですのでね、当初はちょっと生徒の様子も分からなくて難しいところありましたけど、1年2年こうやっていると徐々にそういうところは見えてきましたのでね、できる限り協力できたらなというふうに考えております。一方、職員室では授業の準備をさせてもらってます。野球部の顧問伊藤さんは3年生の担任と生徒会も担当しています。地域移行の取り組みが始まったことで放課後には生徒指導や教育相談など生徒と向き合う時間も増えたといいます。自分の時間ができて、心に余裕ができたり、授業の準備等に時間をかけれるようになったので助かっています。野球を専門でやったことがないので、野球の指導はもちろんですけれども、大会の運営等も手伝っていただけたりもするので、その点も大変助かってます。教員の負担の軽減につながるなど、効果が出ている一方で、今後の課題も見えてきました。それは指導員の確保や費用負担です。現在は市の予算を活用して指導員が派遣されていますが、本格的にそれが始まった時に各家庭からの負担が増えるというところが一番大きな課題かなっていう、それと休日指導員さんの方だけに任せていた時に救急車で運ばないかんっていうぐらいの大きなことになったときに各家庭連絡をしたりとか、残された子どもたちの指導とか、そういった面では課題があると思っています。地域の中で複数の学校の子どもたちがスポーツに取り組める環境づくりも進められています。この日、四日市剣道協会が月に1回開いている教室には市内8つの中学校からおよそ120人が参加しました。剣道の経験によって3つのグループに分かれて練習を行います。手元の注意とか足の使い方とか細かいところまで教えてくれたのですごい良かった。自分の学校じゃない他の学校ともやるので、なんかいろんなことが知れます。練習には各学校の剣道部の部員だけでなく、剣道部がない学校の生徒も参加しています。学校の顧問の先生はもちろん、地域の指導者の方にも教えていただけると。幅広い剣道ができる。剣道人口が少なくなっている。少しでも剣道の普及に貢献できるであれば、四日市剣道協会としても協力を惜しまないという。地域の中でスポーツができる環境を、部活動の在り方が今大きく変わろうとしています。できるだけ剣道を続ける子が増えてほしい。ずっと一生涯続けていただける、そういう場を持っていただきたい。それぞれの地域に合わせた持続可能な部活動の形が模索されています。教職員、保護者、子どもたちが有益になるように、
そんな風になればいいなとも思っています。